物質学研究所の菊池正信と言います。今我々は人工骨を中心とした材料を合成そして実用化するという研究を行っています。これが合成した合体の人工骨です。このままだともちろん使いませんから、これを最終的にはこのブロックになる。ただこれは穴がたくさん開いているブロックですから、細胞が中に入っています。これを普通に乾燥させるとふわふわした感じ、はい、これをうまく処理するとこういう紙みたいな、紙みたいな、ちょっと触っちゃったちょっと紙みたいな、あとはこういうで、今実用化されているのは実はこのスポンジタイプのものを技術に関して、実際に市販されているんですよ。でこのようなことを、研究しているんですが、実際の授業ではなんで骨にこういう材料が必要なの、なんで骨はこういうものからできている、そしてなんで我々はこういう複合体を使って骨を治そうと思ったかというところまで話せています。